はい、皆さんまたお目にかかりました。スリックデモンストレーターの田原英二です。今日はこの三脚スーパーイーグル N をご紹介します。スーパーイーグル N は軽量タイプの三脚部分にフリーターンの運台、ワンハンドルでこう動くという運台を組み合わせた三脚です。はい、この三脚の最大の特徴である運台部分をご覧いただきましょう。まず目につくのがこのマークですね。見えますか？スリックの王冠マークと言われるマークですね。もともと1970年代に制定されたマークで、最近1990年代まで使われてたんですけども、その後使われなくなったというマークを復刻しました。で、この運台自体はフリーターン運台というんですけども、ハンドルを動かすと上下左右に一度に動かせる、でハンドルで固定できるという、まあ、自由運台ではないんですけども、軸で固定してますからね、自由運台ではないんですけども、一度に動かせるというのがポイント。でさらにここにレバーがあって、レバーを動かすとこの上の台が回転するという構造です。はい、スーパーイーグル N のカメラの固定方式はクイック収式です。こういう形ですね。で、 N というからには N がつかないタイプ、前のタイプがあるんですけども、前のタイプとスーパーイーグル N の違いはこのクイックシューのカメラ取り付けの面積を大きくしたというところが違いです。では実際に機材を乗せてご覧いただきましょう。スーパーイーグル N はこのようなフィールドスコープを取り付けるといった用途もよく考えられています。このクイックシューの底ですね、超ネジ式で直接こうコインとかを使わずに締め付けできるタイプです。で、これでこのスーパーイーグル N の運台部分にフィールドスコープを乗せます。この場合はスコープに対してハンドルがまっすぐ来るように取り付けますね。こういう形で覗きます。上下左右ハンドルで動かせますから観察が非常にスムーズです。次にこのカメラでの使用例をご紹介いたしましょう。カメラで使う場合は、このようにクイックシューを固定してですね、上下左右ハンドルで動かせるということになりますけども、これだけだと縦位置が出せません。カメラを使うときはここのレバーに注目してください。このレバーを緩めるとカメラが左右に回転します。この動きとこのハンドルの動きを合わせると縦位置、反対側でも縦位置という形で操作ができます。今傾きの調整をこういう形でも行いますという例を示してますけども、あとね、真上とか真下とかあらゆる方向にハンドルと、そしてこちらのレバー、2箇所の操作であらゆる方向に向けられるというのがこのスーパーイーグル N が使っているフリーターン運台の特徴です。スーパーイーグル N のご紹介、ついついこの運台、フリーターン運台の方からご紹介してしまいましたけども、足の方も結構優れものです。軽量タイプの足です。この椅子木ゴム、スリックが最初に考えたという 2way 椅子木、スパイクとゴムの兼用タイプを採用しています。こういった形でゴムを出して使うと。で、スパイク、岩場とか氷の上で使うような時はスパイクを出して使うということが簡単に切り替えができます。で、足の伸縮は角パイプなんですけども、このレバーロック式、非常にこのレバーが大きくって軽い力で伸縮ができるということを考えています。三脚を伸ばすときはこのようにまっすぐ立てて持つというのがポイントですよ。で、この足が、名前書いてる足、これが前足になりますから、前足を地面について開いて、はい、今エレベーターを上げてますけども、エレベーターを上げるとこのスーパーイーグル N は身長178センチの私でちょうど目の高さぐらいの高さ、この高さにカメラが来るという感じでセットができます。このスーパーイーグル N の一つのポイントがこのエレベーターですね。クランクギア式のエレベーター、ここのロックを緩めて回してやると上下微調整が効きやすいという特徴があります。で、この動かす硬さの調整ですけども、上に乗せる機材の重さ軽さによって調整できるように、ここのエレベーターのカバーをするパイプですね、ここに緩む閉まるという文字がありますけど、ここを回転させることによってこのエレベーターの動きの硬さを調整することができます。このスーパーイーグル N 最大の魅力はやはりこのフリーターン運台ですね。
一眼動画の場合だったら縦位置が関係ありませんので、上下左右だけハンドルの動きだけで調整ということもできます。ビデオ撮影にももちろん使えます。そして雲台には水準計がついてますので、水平出しの目安もちゃんとついています。軽くてフリーターン雲台が魅力のスーパーイーグル N、 フィールドスコープの観察やビデオ撮影、そして軽量タイプの一眼レフカメラでの撮影といったことにお使いいただけます。ぜひご検討ください。